ネッカー・チンメルンは、ドイツ・ビュルテンベルク州ネッカー・オーデン・バルト郡に属す、マチソン。ネッカー・チンメルンは、古城街道沿い、ネッカー川の渓谷の標高138メートルから347メートルに位置する。長域は、その大半が、ネッカー川に沿って伸びるネッカー・オーデン・バルト自然公園に含まれる。北に向かって流れる、ネッカー川の右岸にあたる。谷底を走る。 連邦道 B27 号線のグンデルスハイムとネッカーエルツとの間に位置する。そのやや上側を鉄道ハイルブロンハイネルベルク線が走っている。隣接する市町村は北から時計回りにモースバッハ、ビリヒハイム、グンデルスハイム、ハスマースハイムである。元々の名前であるシンブロンは古い村の防衛用の建造物に囲まれた部屋の ような構造に由来するのだが、しばしば誤って部族名のキンベル族に関連付けられている。教会や貴族の石像建造物の近くに現存する堂々とした、決して田舎っぽくない木造建築物がそれである。イエ家営日舎によれば、これらの防衛用の建造物は650年頃のメロビング町に王の所領行政府によって建設されたという。 最も古い定住の痕跡は、およそ紀元前3000年頃の新石器時代の埋蔵遺跡である。1933年にネッカー川から石符が発掘された。1935年のネッカーチンメルン石の建設時には、戦隊分土器の古隙が発掘された。この古隙は現在モースバッハ郷土博物館に収められている。青度器時代のものとしては、 紀元前1800年頃の槍の穂先が1933年に発掘されている。紀元前400年頃のラテーヌ時代の墳墓が見つかっている。これは1829年に武道工作の作業中にホルンベルク城の麓で発見された。ここには多くの人骨と服装装飾品が埋葬されていた。かつてのリーメスから約800メートル離れた。 ウンテーレンアウチクとホルンベルク城が含まれる、ショトックブロンナー方府から二つのローマ時代のビラルスティカが発掘、調査が行われた。発見された大きな器の残骸と思われる多くの陶片は初期のブドウ栽培と関連付けられ、おそらく2世紀頃のものと推定されている。この間のことは解明されていない。記述の通り、集落名のシンブロンから、 メロビング町に防衛施設が建設されたとされている。これは、ノートブルガの伝説とも符合する。632年から633年頃、フランク王ダ・ゴベルト一世が、ホルンベルク城を居城とし、対立するザー元和平交渉を行った。シンブロンに関する最初の記録は、ロルシュ修道院の773年の寄贈証明書である。ネッカー・チンメルンは、 ウィニアーティボグオーに属した。ネッカーチンメルンは、ローマ時代から途切れることなく、あるいは途切れたとしても短い中断であって、ずっとブドウ栽培が行われていたとも考えられる。修道院は、大変に古くから、ブドウ栽培を奨励し、キュービリヒハイム修道院は、ネッカーチンメルンのブドウの共同所有者として、登場する。年に長い間ネッカーチメルンを、 収めたホルンベルク家が1184年にはホルンベルク城が初めて登場する。1260年から1464年までの間にニダーシモの人物がホルンベルク城を所有したが、その中にはエーレンベルク家やヘルムシュタット家も含まれる。1464年にルッツショットフォン・出展したインがこの城を購入したが、すぐに宮中博の手に渡った。 ルッツの息子、悪名高き盗賊騎士のコンツショット・フォン・ショッテンシュタインは、1504年にこの城を奪い返すし、堅固に拡充をした上で、仲間のゲッツフォン・ベルリヒンゲンに売却した。ゲッツは、この城にちなんで、これ以後ゲッツフォン・ベルリヒンゲン2ホルンベルクと名乗り、ベルリヒンゲン家紋の新しい家系を創設した。城の拡充や、武道畑の維持を行う領主のための夫役のために、 何度も争いが起きた。何度も群衆放棄、裁判所の召喚、皇帝に助けを求める、探願書などが残されている。ゲッツの息子は、城の増築、改築を進め、その子孫は、財政上の問題やネッカーチンメルン住民の、夫役に対する憤満のために城を、ハンス・ファインリヒホンホイセンシュタムに売却した。さらに1612年には、現在の所有者である、 原民元男尺に売却された。30年戦争の時代には村と城は皇帝軍によって何度も略奪され荒廃した。1635年にはネッカーツインメルンオペストが襲った。1879年に鉄道が整備された。19世紀の初めからネッカーツインメルンで石膏採掘が始まった。石膏は第一次世界大戦中に特に集中的に、 採掘された。隣接するハスマースハイムの帝国用製造工場で戦時に重要となる弾薬製造のための硫黄に生成された。第二次世界大戦では石膏採掘場にシュバインフルトのベアリング工場が移築され、1958年からはドイツ連邦軍が利用している。16世紀に宗教改革がもたらされて以来、ネッカーツインメルンではプロテスタントが主流である。 第二次世界大戦を流入した難民によって、カトリック教徒の比率が約38%にまで上昇した。現在は、プロテスタント教会とローマカトリック教会がそれぞれ組織を有している。この町には、古くから小さなユダヤ人コミュニティがあった。礼拝堂は18世紀にはすでに領主によって撤去された。1873年に、古い建物の基礎の上に、 新たな二階建ての建物が建設された。1938年11月10日に、その建物は大部分が破壊され、火をつけられた。ナチスドイツ時代のユダヤ人迫害により、ネッカーチンメルンに住んでいた29人のユダヤ人のうち、少なくとも12人が命を奪われた。町役場として使われているのエシュロスモースバッハエルツタール、ネッカーチンメルン、オプリヒハイムは、 行政共同体を形成している。この町の議会は10議席からなる。黒地に左向きの体勢から振り向く金色のグリフィン。前足で5本スポークの銀の車輪を掴んでいる。この紋章の図柄は19世紀の印象から登場し、バーデン公の紋章で盾を持つグリフィンとベルリヒンゲン、系の紋章である5本スポークの車輪から構成されている。ドイツ連邦防衛軍は ホルンベルクのふもとに陸軍及び空軍の貯蔵庫を有している。ホルンベルク城ブドウの園はバーデンビュルテンベルク州で最も古いブドウの園である。ネッカーツンメルンはかつてはバーデンのワイン産地に属したが現在はビュルテンベルクワインの産地に属している。ネッカーツンメルンの道路網はネッカーエルツからシュトットガルトへの連邦道。 B27 号線がネッカー渓谷を従ってこの街を通って走っている。ネッカータール鉄道の小さな停車場でネッカーチンメルンは鉄道網に接続している。ホルンベルク城ネッカーチンメルンの含む鉛クリスタルガラスは地域全域で知られている。工房ではガラス吹き職人やガラスカット職人の仕事を間近に見学することができる。 ホルンベルク城からの写真、ありがとうございます。